い。今日の段取りの方をじゃあ説明させていただきます、はい、タイトルが異端のチェアマンと振り返る激動の8年間となります、今日 MC 日比野真理さんが、はい、お願いします。第1部は、村井さんと僕という2人で私が基本的に、回していきますので、それでお願いいたします。これが、2014年から19年のことをメインの、お話しいただくような形になります。16年に原さんを迎えたことっていうのはすごい決断だよ。そうですよね。最後の10分ぐらいですね、なんでこの本をこの村井チェアマン時代を書籍にしたかっていうことをちょっと僕の方で語りたい部分がありますので、僕の方で語りつつ村井さんにちょっとこうご意見をいただくという感じになります。熱く語ってください、はい、第2部は、村井さん、原さん、佐伯さんになります、僕が最初に入って、その後村井さんが、入ってきて、大歓声の中で着席していただきます、はい、それ第1部で。なんか3人ぐらいしかお客さんいねんじゃないですか。そうだね、いやいや、今日だっても103人ぐらいですよ、招待決めてるから。はい、これこの通りに喋るってわけじゃなくて、こんなことあったねってみんなも忘れちゃってるんですよ。ジェリーグバブル、はい、そうですよね。あったね、あったねって言ってる。じゃあ今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆様大変長らくお待たせをいたしました。出版記念イベント異端のチェアマンと振り返る激動の8年間、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。いらっしゃると思います。第1部のテーマは今こそ語ろうあの時の決断、ここからは著者の宇都宮さんにバトンをお渡ししてお話を、いろいろと裏側など引き出していただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この異端のチェアマンの、著者であります宇都宮哲一と申します。よろしくお願いいたします。これだけ僕のサッカーファンを前にお話しするのって多分すごく久しぶりじゃないでしょうか。そうだね、うん、あ、皆さん異端の村井でございます。一昨日出たばっかりです。この異端のチェアマン村井満ジェイリーグ再建の真実という書籍をですね、集英社インターナショナルから、出版したばかりでございます。で、まあ、ちょうど今日お話し触れるかと思いますけれども、なんて言うんでしょうね、全ての J リーグファンの方に読んでいただきたいし、あとはサッカーそんなに興味ない、詳しくないという人にこそこの J リーグの価値というものを広めたいというところが、著者としても願いでありましたので、今日はそのきっかけになればと思います。第1部はですね、村井さんが2014年に、チェアマン、第5代チェアマンに就任されて、1期、2期、3期が終わったのが、2019年で、第4期はまた第2部の方でお話しいただくんですけれども、もう随分昔ですよね。この2014年から19年に J リーグで起こったこと、これのごくごく一部ですを、ちょっと引っ張り出してみました。サッカーの世界って結構スピードが速いといいますか、もう1年前がもう相当昔のように感じられて、ましてやもう8年前とか10年前とかってもう大昔っていう感覚なわけですね。はい。会見をするときに、もうまさにこのぐらいの数の、メディアの方々がね、で、
宇都宮さんってその最前列にですよあのジーパン履いてあぐらかいてるんですよね。カメラマンなんてこんなもの持って、いわゆるメディア会見って年に1回ぐらいのその対応の時って一応ネクタイするじゃないですか。ジーパンにひげ生やしてあぐらかいて俺の目の前にいやーもうその時ね凍るような思いを、それが一番印象に持ってる。そうでしたか。あの2ステージ制に関してこれあの村井さんが決めて導入したって誤解してる人結構いるんですよ。だって私がチェアマンの時に2015年に僕が2ステージ制を導入するわけだし、まあそうなんですけども、うん、その前に、外部理事だった時代にこれ議論してですね、2013年から決定したのに2013年です、うん、でこの時に強行に反対したのが村井さんと当時 JFA にいた原さんだったと、うん、これもねちゃんと知ってほしいと思って結構その部分もちゃんと書いてあるんですけど、これは村井さんなんか全然これに関して言い訳しませんね。それぐらいもうとにかく今までの延長線上じゃもうこのリーグは終わってしまうぐらいの危機感がみんなにあったんですよ。あ、ちなみに言うとですね、うん、あの今じゃ想像できたんですけど2013年から14年っていう、それ村井さんがなぜ板のチェアマンとして迎えられたかっていうと経営的に相当厳しかったんですよ当時。当時審判を派遣するお金がないっていう、就任してからそれは言われてもさもっと早く言ってくれよっていうのただまあ僕は社外理事だったんで経営状況は見てました。もう本当に二十数年間貯めてきた残余財産が全部底を尽きて、あの倉庫を開けて米びつの中にお金が隠し金があるかって思ったらもう一銭もないような状態でこのまま行ったらもう審判が派遣できなくなるし、このセミハラは変えられない時にまあ、考えられたのが2ステージ制でリーグ戦でどこで誰が優勝するかわからないから、そこにめがけてテレビをセットしたり放送を用意することは地上波ができないんだけど、あの2ステージで勝った方がファイナルとかチャンピオンシップやるってことになると、ここで必ず優勝が決まる確定しているから、そこにはテレビもつくし、その、プロモーションもできるし、シティデコレーションもできるし、でこのぐらいのことをやらないとあの J リーグはもう再生できないんだって、ここで得たお金をもう一回 J リーグの成長戦略に使いたいって言ってる人たちの理屈はものすごく筋が通ってるし、2016年、今ルヴァンカップと言ってるんですけども、これがこうシーズン途中でナビスコカップからルヴァンカップに変わってるのを覚えてらっしゃる方いると思うんですけども、はい、これもなんで変わったのかですとか、なぜ変えたのかっていうところも、この本の中でじっくり書いておりますので、これ話すと長いんでね、なんか本を売りたくてしょうがないからもちろんですもちろんですと思う、どれだけ苦労したことか見たんだろうなって、14年15年の一番最初はもうチェアマンでポンと行ったら、さっき言ったみたいにあの中野さんがいたり岡さんとか中西さんがいて、そこにポンと、素人が入り込んだ。でこれが14、15、原さんはザッケローニジャパンを全部マネージしてたし、浦和レッズの監督だったり FC 東京の監督だったり、俺ら丸ごとやったことないことをやってた人が原さんだったんで、人事の考え方っていうのは完全に僕の持ってないものを持ってる人をずっと探し続ける。で最後に佐伯さんっていうのが来るわけですけど、そうですね、はい、佐伯さん後で出てきますよ、皆さん知ってるでしょ。彼女はもうスペインで本当にスーパースターというか本当に世界のサッカーしてる。で、まあ、2020年はもうバラ色だと思ってたらなんか偉いことになってしまったって話は、これはまあ第2部の方でお話しいただいたと思います。原さんとなんか佐伯さんかわいそうじゃないですか、並んだそういうのいや大変でしたね、はい、サッカーファン以外の J リーグの価値を伝えたい、これすごく感じてることでして、まあ、以前から感じてることでして、村井さんいかがでしょうか。いやこれ売れないとまずいねいやいろいろ ありがとうございます。本当に毎月1回ぐらいだよね、うちに来てもらって、ね、はい、あの2時間話して、いろんなよもやま、僕はどんどん脱線していくんだけど、僕のパソコン、いろんなその大事なものが全部フリーズして、パソコンっておっかないね、なんか全部データが飛んじゃって、全然残ってない中で、記憶もおぼろげながらで、毎月毎月話しててね、でいろんな僕のことを引き出してくれたのもありがたかったし。喜怒哀楽があったんですよ、僕の中に。泣いたり笑ったり。皆さん、この本の中に書いてありがとうございます。
とうございます。第2部の登壇者の方々をご紹介してまいります。まず第1部に続きまして村井充さんです。そして2020年から22年まで J リーグ理事を務められたビジャレアル CF フットボールマネジメント部の佐伯優子さん。14年で途中でダゾンとかがあっちゃったんで、実は14、15、1期目、16、17、2期目で、ここで原さんが上位してで、3期目、18、19で、3期で本当に終わって、こちらにいらっしゃるあの私の奥様があのお疲れさんということでハワイ旅行を1ヶ月もうジェッチアマ終わってハワイ行くって言った時にあのいろんなプランを考えていたんですけど、その1月30日に4期目っていうことになってしまって、嘘つきこの野郎っていう本当なんですよ。とりあえず村井さんに聞きたいでしょ。そのね、それこそビビんなかったんですか。それもいや、ビビるよ。だってこのコロナが何ヶ月続くかなんて全然わからないじゃん。で、本当にですよ、あのもうあの頃 J リーグはこの本に書いてあるんですけど生産するかもしれない、もうとにかく終わるかもしれない、だけどリーグは終わってもいいんだと。でも街でサッカーがやってる人が残ったり、クラブが残ってくれたら、またコロナの後で新しいリーグでも作ってもらって存続すればいいんだから、行くとこまで行っちゃいましょうみたいな感覚があったよね。ありましたね、うん、村井さんこう見えて会見の時は冷静じゃないですか。だけどその前の打ち合わせでしょうね、それがもう5分とか6分しかなかったりして、どこまで言うとか誰がどうなってるみたいな時はね、全然違う顔でやってましたよ、ね、私あの村井さんが唯一ピリッとなる瞬間っていうのがあって、それは日常の会議のやり取りとか議論では全くなくて、こういう感じでいつも穏やかでいらっしゃるんですけど、会見直前の打ち合わせだけは村井さんの目つきが変わるんですね。で、私ずっとそれを興味深く観察させていただいて2年間ご一緒させていただいて思ったのは、村井さんの中でとっても重要視していた、大切にしていたものが、見えないところにいらっしゃるサポーター、そして社会の皆様に精度高く正しく物事をお伝えする、要はコミュニケートするっていうことをすごく大事にされていた。だから中途半端なことを言ってはいけないし、誇張してもいけないし、隠してもいけないっていうのをすごく徹底されていたので、あの5分とか7分とか10分の直前の打ち合わせが村井さんが一番厳しい顔をされる瞬間でしたね。なんかサボテンの観察じゃないんだからさ、それあの冷静観察されていたんですね。ああ、朝顔の観察じゃない、サボテン観察じゃない朝顔の観察じゃないんだから。だから私たちが教え込まれる経営者から言われているのは、資産と資産は他者と共有して初めて富になるって言われるんですね、うちの経営者から。ということは知るの、ナレッジの方の資産と資産ですね。なので資産をオープンにして共有することでフィードバックもらえて初めて自分の学びになる。それを囲っててどうするんだ、成長ないだろうっていう考えなんですね。だから彼らは慣れてるんですよね。あ、そういうんだね。それはグローバル用語で言うと天日干しって言うんですよいろんなことがあって、あの今お宮に僕はいるんですけど、あの勝ったり負けたりが多くても
やっぱりクラブがあるっていいなっていうふうに携われるのは本当にいいなと思います。いろんなこの激動のこの村井さんと一緒のところを読んでもらって、まだまだこの J リーグがこう長く続いていくように、多くの人がこうサッカーやスポーツを通じて豊かな本当にこう人生になってもらえるようになってくれたらいいなと思います。今日はありがとうございました。私はまたスペインの方に戻って、スペインのサッカー界の中でこうなんか日々揉まれているわけですけれども、実は私たち昨夜、この昨夜ですね、ヨーロッパリーグで、イスラエルのチームマカビハイファというクラブとヨーロッパリーグと対戦でした。でそれ延期されたものをうちのホームでやったんですけれども、今回イスラエルのこの勃発があった直後に、警察クラブが緊急で会議をして、要は皆さんをお守りすることができない、安心安全に試合をホームで開催することができないので延期にしますという決断に至ったんですね。その時に思ったのが、ホームゲームを開催できるって社会が安定していて、落ち着いていて平和でみんなが幸せで安心安全だからこそ、スポーツイベントのホーム開催でできるって思った時に、ホームゲームを外に持ち出さなければいけない状態っていうのを私たちは多分今後も、なくしていく、そしてそれを守り続けていくっていうことが、リーグの運営、もしくはクラブの責任としてあるんだなと思って改めて感じたんですね。ですので J リーグのように、安心安全を確保しながら、皆さんに保証しながら、お守りしながら、温かい空気の中で、ホームゲーム地域に根ざしたサッカークラブっていうのをこう推し進めていくっていう、その理想の姿っていうのは本当に素晴らしいなと改めて思っております。本日は本当にどうもありがとうございました。実はこの本はサッカー本のようでサッカー本じゃないんですよね。それから経営書のようで経営書でも実はなくて、スポーツドキュメンタリーのようで実はそれでもなくて、なんだろうなって僕思ったら、予期せぬとんでもないトラブルが突然やってきた時にどうするっていう、そういうところのなんか、ヒントがあるような気がします。想定しないことが突然やってきた時にどうするかっていう連続なんですよね。ジャパニーズオイルから始まって全部そうで、なんかその時に何か覚悟っていうと、それできる人とできない人がいるし、強い人ってそれができる人とできない人いるんだけど、僕みたいなすっとぼけた普通のサラリーマンに突然チェアマンがやってきた時どうするか、ここでジャパニーズオンリーが出てきた時どうするか、これってなんかね、そんな特別なことではなくて、大事な人とかすごくいいチームがそこにあるかどうかっていうことかもしれないし、そんなような見立てで皆さんサッカー本としてあんまり向き合わずに、ぜひ一回読んでいただけると宇都宮さんが喜ぶんで、よろしくお願いします。はい、花束をくださる方がいらっしゃいます。デプさん、ありがとう。桜じゃないからね。村井さんが、チェアマンをしていたその8年間って本当に壮絶でもあるし、いろんな変化と進化のすごいこう大きな波がある時代だったなって思うと、そこをあれだけ切り盛りされてきたっていうのが素晴らしいなっていうのを改めてちょっと本を読みたくなったっていうのと、あとはそのストレートにそのことを表現されたっていう宇都宮さん その本の中身っていうのがもうすごくワクワクして気になるイベントでした。村井さん本当に言っての通り、そのサッカーってすごい村社会で狭いんですよ。でもそこに外からの風を吹き込んだっていうことをオープンにしたっていうことは素晴らしくて、僕行くといつも村井さんと木村さんがいつもすごい真剣な議論みたいなのしてるのって、おーまたやってるなみたいな。で原さんはふわーっとしてる、おーつんさんつんさんここみたいな感じで、僕らサポーターをいろいろ受け入れてくれたり、僕のボランティアにいろいろ協力してもらったりするので、やっぱなんだろう、ペアがあって
だから頭脳の村井さん、僕の中ではハートの原さんで、あの2人がいて、でさらに米田さんがいて、シャレンを起こして、その後佐伯さんが来て、ああやってそのあんまりブラックになっちゃいけない、その今日もそうですけど、レスト休むことが大切だみたいなやってもらって、今日改めてすごいいいチームだったんだなと思って、そういうところに、まあ、ちょっとですけど僕はコミットできたり、まあ、そのおかげでいろんな人にちょっと名前を知ってもらえるようになったんで、まあ、お二人、まあ、あの時のチーム村には僕サポーターだから一番感謝しなきゃいけないのかなと思いながら今日来ました。